ちょうど昼ご飯の時間帯で美味しそうなお店が見つかったので立ち寄ってみることにしました。天気もいかにもこれから雨が降りそうな様子でした。雨宿りも兼ねてということで立ち寄りました。海賊ラーメンってどんな、海賊ラーメン、エビとかホタテとかたっぷり入ります。まかない丼もあるんですか？ありますよ。これはここの、まあ、海のものがいろいろ入ります。どうしようか。どっちが人気ですか？ラーメンはいつでも食べれるんですけど、はい、まかない丼はある時しかないんで。あ、そうですか、じゃあまかない丼お願いします。まかない丼にしますね、はいはい、まかない丼一つお願いします。こちらのまかない丼1300円でした。漁港近くの食堂というだけあって新鮮でとても美味しかったです。小平町を過ぎたあたりから景色がガラッと変わりました。左手のそばに海があって右側に低い丘、これがずっと続きます。昔のやつがそのまま、いや一回解体して、あでも一持ってきたけど、物は使えるものは使って使ってるわ、はい、すごいハイヤー。こっちで買う？はい、これで買ってもらえば。こっちで。さすがに親方家族の居住スペースともなると畳、襖、掛け軸、電話などかなり豊かだったことが伺えます。風車の近くあたりはどうなっているのか気になりまして、上に上がってみることにしました。ふと立ち寄った場所なんですが、風車があり、牧場があり、牛がいて、海が見えて、風もいい感じで吹いていて、とても気持ちよかったです。こんな景色が日常的にあるっていうのがすごいですよね。こんなん無理やんか。どっぽどぽになってもらう。今日はもう水難や水難。おお、す
げえ。うわあ、でもすげえなこれ。この湿原、天気のいい日に歩くとすごく気持ちいいと思います。いろいろ自然の見どころがあると思うんですけども、ここを十分楽しむには最低丸1日はいると思います。こちらの温泉、本当に原油が浮かんでいて驚きました。床は少しぬめっていますし、かすかに油の匂いがします。こんな温泉もあるんだと本当に貴重な体験をしました。どこ張ってもいいんですか？本当にどこ張ってもいいです、ね、そうですね、あの、はい、建物のそばあたりがいろいろ釣りとかなんとかいろんな。わかりました。じゃあとりあえず張ってまた来ますね。はいはい、わ、はい、かりました。はい、すいません、お手数をおかけします。朝までいますので。ここをキャンプ地でする。ブームの時にね、ブームの時に、それで、テント張るとこがないぐらい、来たんですよね。ここ全部ですか？あ、ちっちゃい部屋もあるんですね。あんなんいくらなんですか、一泊？500円ぐらいですかね。あれで500円で泊まれるんですか？そんな、テントよりあっちが良かったですね、じゃあ。あ、一泊あんな部屋あるんですね。そうです。500円で、ええ、あ、じゃあ先に聞いときゃよかったな。もうないでしょ？いや、今日は何本も入ってないから。あ、行けたんですね、はい、もうでもテント張ってしもうたしな。そうだね。もう張ってもうたらもうねえ、もったいないですもん。もったいないですよね。ここが夜景の詰め所なんです。あ、はい、さっきのとこですよね。そうです、そうです。失礼いたします。はい、ああ、ここでありがとうございます。いやー、美味しそう。こんなにご用意いただいたんですか。いい、お金払いますんで。いや、経営性です。いやもう僕の弁当だからね。じゃあおじいさん食えないじゃないですか。いや、俺のがあるんです。じゃあカップヌードルの分だけでも。いやいや、いいですよ。本当にあれだもんですからね。すいません、いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。これはジンギスカンは？え、ジンギスカンです。それもおじいさんの、持ってきたものだからね。作り、ああ、手作り。俺と食べるものは付き合わせるようなもんだから。いや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 、ありがたいですよ、本当。インスタントラーメンとかなんとかいっぱい持ってきてるんだけどね。ああ。牛を飼ってらっしゃったんですか？生まれた実家がね、はい、牛飼いだったもんですからね。ああ、